今回は EMS エクササイズを紹介していきます。痩せにくいよって思ってる人、実は動きがゆっくりじゃないですか。せかせかしてる人ってなんだかんだ痩せてる人多いですよね。そうなんですよ。日常的な動きが速い人ほどエネルギー消費が高くて太りにくいんです。今回はスマホ見ながら立ったままピクピク揺れるだけです。早く動くことによって体幹が鍛えられますんで、痩せる姿勢、太りにくい姿勢を作ることができます。有酸素運動としても効果的なんで、一緒にやってみましょう。足をしっかり開きましょう。体重を右左に動かします。スマホ見ながらできます。しっかり床をね、グッグッと膝伸ばしたまま踏む感じです。お腹触ってみてください。お腹に力が入っていればバッチリ。右左右左って動きます。まあまあね、早い動きって息が上がるんで疲れるかもしれませんが、簡単なメニューばっかりなんで頑張ってみてください。はい、今度は少し斜め向いて同じように動きます。違う方向で体幹を使います。はい、行きましょう。足開いたままですね。たまにね、お腹触ってください。力が入ってなかったらちょっとお腹にグッと力入れて。足踏みはかかとを上げるっていうよりもまっすぐのまま足を上げる感じです。オッケー、今度は反対向きです。結構腹筋使いますからね。お腹痩せにも効果的です。さあ行きましょう。足踏みだけでね、すごい腹筋使ってますんで。こんだけ早く動いたらたくさん走ってるの一緒ですもんね。 OK、 今度は前後にね、軽く入れましょう。お腹触ったらね、力が実は入っていればちゃんとできてます。膝にグッと力入れて、お尻を締めたまんま体を動かします。このね、少しだけ動いてれば力がね、もう入ってますので。OK、 今度片足前に出しましょう。この状態で動きます。両膝伸ばしたまま、上半身も少し、ね、振りながら、上の方向にね、スコアで振ることで全身に筋肉をね、使えてますね。しっかり深呼吸で呼吸戻しましょう。今度はね、つま先開いて少し膝曲げて、腰をねキュッキュッと動かします。ちょっと動きがね、大きくなってもいいんで、上手に腰がね、触れない人はこんな感じでもいいんで、できる人は腰だけグッと肘を近づけて、これも速い方がね、腹筋使
変えます。腰を回しながら足踏みです。くねくね動く感じです。まずは同じ方向ばっかり回してください。こんな感じフラフープをねしながら足踏みする感じ。腰の部分はフラフープ、足は初めにやった横に動かす感じ。全身が熱いですよね。OK、 結構ケツがいて、今度は反対回し、今日も反対回し、今度ですよね、フラフープしなしてる腰の動きと足を横振り、今度は手を横に置いて手を振りながら腰を振る。もしスマホ見ながらだったらね、これでもいいです。スマホ見ずにできる人は手を横に伸ばして振っていきましょう。全然ライブみたいなね動きです。禁止攻撃いいですね。オッケー。今度は手を股の下に入れて立つ。股の下に手を入れて立つ。前かがみになったら体を起こす感じで。膝は少しだけ曲げて、これが全身使ってます。オッケー。